はい、DJI ポケット2の今はですね、4K の、30フレーム、24、30フレーム、まあまあ、音のチェックなんでいいんですけども、音のチェックです。で、今はこれ、本当のこちらからこちらの DJI ポケット2の音ですね。これを今度はマイク。これでマイクが入りました。これでですね、僕がこっち側に行っても、こうすればいいんですね。こういう感じで、いないところからでもこういうふうなお話の音が普通に入ってきてて、僕のところにワイヤレスの音が行ってますが、この場合だとこう、例えば離れていくとこうなります。ここでオフってみましょう。ここで、で、これで今マイクを切った状態です。部屋の中のマイクの音がそのまま入っているかと思います。さあ、違いどうでしょうかね。若干ね、静かな部屋ではこの室内の音声の方がいいかなっていうのが分かりました。逆に外では絶対入れないとダメなんですが、部屋の中ではこのままでもいいなっていうのがよく分かりました。4K になりました。さっきと何が違うでしょう。お楽しみに。はい、そしてこちらがですね、iPhone 11の 4K の40、違う、40ってことない。iPhone 11の 4K24 フレームですね。はい、24フレームのところで、AirPods 入れてますが、これすぐ聞くためにやってるだけなんで、あんまり関係ないですね。はい、この感じでございます。こちらが、マイクも何も乗っけてない、先ほどの室内と同じ状況ですね。インカメラです。インカメラなんで1倍のこの感じですね。さあ、これと次に、アウトカメラと比べてみたいと思います。さて、アウトカメラにしてみました。アウトカメラにするとどうなるのか、自分で見えないですけども 本当はね、ここに後ろに鏡とかを置くのが一番いいんですけどね。iPhone の、11の 4K の24フレーム映像。この辺のスペック苦手だな。苦手でどうするって感じなんですけども。まず、それよりも、音声ですね。音声の感じと、この 4K、さっき、オズモポケットと比べてみましたけども、この辺の差を見ていければと思います。この後ね、やっぱりね、4K で作ると容量が結構大変なんで、で、室内別に 4K で撮る必要ないかなと思ってますので、普通の HD1080 で見てみたいと思います。はい、こちらがですね、iPhone 11の HD、です。HD の60フレームにしてみました。ちょっとフレームレートはね、4K にできるだけ近づいてきたらどんな感じかと思って、60フレームにしてます。実際ね、30フレームと60フレームの違い、僕にはそんなに大して あまり変わらないと思います。ファイル容量が変わるだけで 30p でもいいのかなと思うんですが、60フレームですね。で、撮ってます。これと、あとインカメラの違い、この辺の差を明確に出してみたいと思いますね。子供がうるさい。Siri が立ち上がってましたね。はい。そしてこちらが iPhone の、HD、iPhone 11の HD ですね。なぜか Siri が立ち上がりますね。iPhone 11の HD。はい。30フレームです。インカメラになってます。インカメラは広角が弱いですね。こんな感じです。さあ、これでさっきの撮った DJI のポケット2の映像が、SD カード経由で MacBook に入ってるので、この MacBook のファイルを、AirDrop でこちらの iPhone 11の方に送って、ルマフュージョン ルマフュージョンで、比べてみてる映像と比較してみたいと思います。さあ、どうでしょうか。はい、皆さん、それではですね、こちらが、
とルミックスの G3 懐かしいですね。それに F1.7 のパンケーキレンズをつけてます。それで撮ってます。音はね、さっきちょっとモニターしたんですけど、結構シュワシュワいう感じなんですけども、ピンは合ってますかね。よいしょ、ピンはどうだ、ピンはわからない、マニュアルフォーカスになりますね。マニュアルフォーカス、まあこれぐらいかな、これぐらいでピンが来てるかな。うん、後ろがね、うん、今流行りのシネルック系の像が、もう1万円そこそこの、2万円そこそこのレンズで撮ってます。3万円コース、うん、それぐらいでもいけそうですね、うん、いや最近の YouTuber 皆さんお金かかってますもんね、うん、ソニーの、ニャラかGH5 クラスとか、うん、下手すると20万円とか超えちゃってるんじゃないですかね。それから考えるとこんな感じの、ソニーのチェックでした。はいはい、ここだ後ろ見ながら、はい、皆さんいかがだったでしょうか。僕の中の結論は、HD の60、iPhone 11の HD60 で一番手軽でいつでもできて、いつでも自分の顔が確認できて、 SD カードに入れたりとかいろんなことせずに、もうこれ一個で完結できるっていうような気になりました、じゃあやっぱりHD でこれでいくか、これで 4K でいっても一緒ですよね。これでしばらくは行ってみたいと思います。ピントもね、いつでもこうやってシビエに合ってくれるし、ピンが合わないとか、音声もちょっとノイズがどうのこうのっていうことも心配しなくてもいいし、再生するともうそのまんますぐにこっちで、来たりとかね、空間オーディオになってからは、新しいアップデートした、イヤポッズプロです。Mac の方もいけるし、iPhone の方も同時に行ったり来たりもできるので、この感じで行きたいと思います。まあ、Mac も M1 がとか全然今のところまだ興味がないので、あと2年後には M1 に行くっていう感じで、ちょっとで、昔の機種、片落ち機種で、最新のレビューの嵐の中で、ちょっとこういう感じで行って、ゆるりと行ってみたいなと思って、差別化を狙っております。ということで、また。